はい、サブちゃんです。ということで今回は視聴者さんからの質問回答コーナーを、質問回答コーナーをやっていこうと思います。ということで今回いただいた質問は、安倍晋さんは原亮さんの探偵沢崎シリーズは読んだことがありますか。私は探偵沢崎シリーズが大好きで、沢崎みたいな人がタイプです。もし未読でしたらぜひ読んでほしいです。ということでご質問ありがとうございました。原さんですよね、原亮さんですよね。実は未読です。はい、ただ原亮さんのこのシリーズ作品だけは知ってました。はい、全くね聞いたことないパターンもね結構あるんですけど、原亮さんはね知っていて、というのも少し前のこのミステリーがすごいになるんですけど、確か2018 2019、ちょっとねどっちか忘れてしまったんですけど、2019年版ですね。うん、2019年版なので2018年の12月刊行のこのミステリーがすごいの国内編で1位を取ってるんですよね。そうで、その時に刊行された作品がそれまでの明日っていう作品で、でこの作品がね1位ってなった時に、いや全然それまで知らなくて、ここで初めて原亮さんを知りました。だから2019年版なので、そう、笠崎殺人事件がね1位を取った時、そう、海外ミステリー部門でアンソニー・ホロヴィッツの快進撃が始まっていく、その一番最初のきっかけになった笠崎ですね、その同じ年の国内編で1位になっていて、でこの作品まだねエピソードがあって、それまでの明日ってそのシリーズ作品なんですけど、最新作で14年ぶりに刊行された作品っていうので話題になっていた、プラスさらに多分この刊行と合わせてだったと思うんですけど、そして夜が蘇るっていう、またこれもね同じシリーズ作品、原亮さんの長編第一作っていう風に紹介されているんですけど、そして夜は蘇るがポケミス、そう、早川ポケットミステリー版として刊行されました。そう、これはもうとてもすごいことというか異常事態だったんですよね。当時このニュースを知った時になんだこれはってなった感じで、だからその時はだから原亮さんのことをなんかまだミステリー小説ね読み始めたよぐらいだったと思うんですけど、あ、そうでもないかなちょっとわかんない。そう、もともとポケミスが好きでポケミスを集めていて、そう、古本で集めるのが好きですごい集めてたんですけど、それで日本人の作家の作品がそのポケミスのレベルの中に入るっていうこと自体がまずすごいことで、そうなんです、もともとポケミスは海外ミステリーのレベルで100番台ぐらいからあるんですけど、そのすごい昔から海外ミステリーをねどんどん翻訳して、でそれでねもう今はすごい数出版されてるっていうすごいレベルなんですけど、はい、すごいすごいふわっとした説明になってしまっていますが、原亮さんのそして夜は蘇るが刊行される前に日本の国内作品がそのポケミスのレーベルに入ってたやつがあるんですけど、そうで、その入っていた作品っていうのが3つあって、その3作品っていうのが夢の旧作のドグラマグラと、小栗虫太郎の国士官殺人事件と、浜尾四郎の殺人鬼、この3作品だけが国内のね作品としてポケミスのレーベルになってるっていう、あのねポケミス版で読めるっていう風になってて、その国内のもう伝説級の巨匠の人たちの名作しかそこには入れないんだみたいな、なんかそういう風なイメージがあって、でまさかねこの現代作品が4作目として入ってくるってなった時に、いやもうすごい瞬間を見てしまったと思って、うん、それだけすごいインパクトがあったニュースで、個人的にはそれで覚えてたんですけど、なのでそして夜は蘇るから始まるシリーズ作品なんですよね、この沢崎シリーズが。でこちらのシリーズ作品が長編5作品まだあって、そして夜は蘇る、私が殺した少女、さらば長き眠り、愚か者死すべしで、2018年に刊行されたそれまでの明日ですね、あと短編集で天使たちの探偵、これが第2作と第3作の間ですね、その第2作と第3作の間に刊行されてます。すごいややこしいんですけど、そうだから長編長編短編長編長編長編みたいな感じになっ
ってるっぽいですね。もしかしたらちょっと間違いがあったら大変申し訳ないんですけど、うん、そういう順番で、刊行されていますね。だからとても気になっていたシリーズ作品ではあったんですけど、なかなか読むきっかけがなくて、うん、ただね、もう伝説的なシリーズとか、国内のハードボイルドと言ったらもうこのシリーズはもう外せないよねみたいな、そんななんか完全にイメージなんですけど、そんな作品というかそんなシリーズなのかなと思ってて、そう、国内のねハードボイルド系の作品で読んでいるのがあれですね、あの大沢有馬さんの新宿ザメシリーズ、そう、第一作の新宿ザメを読んでいって、あとなんだろう、うん、わかんないパッと思いつく限りだと国内作品だとそのぐらいかなって思うんですけど、だからねすごい気になっていて、でこちらの質問を読んだ時に、あ、読みたいなやっぱりって思って、うん、だってね、その最新作がね14年ぶりに刊行されるって、もうシリーズファンからしたらもうものすごい出来事本当にね嬉しかった瞬間だと思うんですよね。だからそう、綾辻ゆきとさんのその館シリーズの第10作目が出ますみたいな、それぐらいの多分インパクトがあること、そういう感じかなって、そういう雰囲気とかそういうイメージに近いかなと思って、いや、このね14年はねすごいですねやっぱり、はい、という感じでした。なので、うん、原亮さんね、沢崎シリーズは読んだことありますかということだったんですけど、今回の質問読んだことはなかったんですけど、そのね、そして夜は蘇るのポケミスのね、ポケミスになったのと、このミス1位になった作品があったっていう、それまでの明日が1位になってたっていうところで、そこで知っていて気になっていたけど読んではいませんでしたという、回答でした。はい、という感じで今回はね、この作者さんの作品読んだことありますかシリーズ、結構同じテイストのご質問いただくとこは多くて、そう、いただくことが多くてというか、結構ねリクエスト、逆リクエストみたいな感じで、そうリクエストしてしまうこともね多いんですけど、そう、過去の、サブちゃんなんですけど、芥川次郎さん作品とか、まあ、その他にもねいろいろな作家さんのこれ読んだことありますか動画ね、ありますので、ぜひサブちゃんの動画もその他の動画も合わせてぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、というわけでサブチャンネルではこんな感じで視聴者さんからいただいたご質問に回答する質問回答コーナーなどなどですね、メインチャンネルとは少し違った、まあ、大体一緒なんですけど、なんかちょっと違った感じで、はい、ゆるくねおしゃべりするっていう感じでミステリー小説に関する質問回答しておりますので、これからの動画も気になるという方はぜひチャンネル登録と、あと今回の動画もね面白かったと思っていただけた方はぜひ高評価よろしくお願いします。今回はね原亮さんの作品読んだことありますかという感じだったんですけど、今回みたいな感じでこの作品、この作家さんの作品読んだことありますかみたいなご質問だったり、あとは原亮さんの作品だったらこの作品がおすすめですなどありましたらですね、ぜひコメントに書いて教えていただけると嬉しいです。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。